はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソロ一気製造工場へようこそ。工場長のゆうです。オスティナートというカードを、皆さんご存知でしょうか。まあこれはね、結構有名なんでご存知かなとも思うんですが、オスティナートというカードが、まあ、マジで本当縛りも何も入んないで、いきなり幻想融合モンスターデッキ融合できるよっていう効果があって、これめちゃくちゃ強いんですよね。で、まあいろんなカードの初動とか、あと貫通札とか、まあになってることは有名だと思うんですが、オスティナートでできることっていろんなことがあるんですよ。先行アンケルとかもできるし、まあめちゃくちゃなんか先行超妨害することもできるし、今日はですね、まあ、このオスティナートというカードの可能性お披露目していきたい。何をやっていくか、まあ、リュウ実況チャンネルといえばね、うりーが、できますんで、ちょっとね、やっていきたい。なんと、オスティナート1枚から、ターンスキップ確定しました、あざす。1枚でターンスキップ確定しました、あざす。まあ、低一速なんで、幻想モンスターが。結構、この辺結構簡単に出せるんですよ。はい。それがめちゃくちゃ強いっていうところ、ちょっと今日はね、お見舞いしていきたいなと思います。やっていきましょう。はい。コインは当然聖地。デュエル。スタンバイ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。オスティナート研究会会長のリュウです。さあ本日なんですが、オスティナートからの宇宙をね、皆さんにお見舞いしていきたいと思ってまして、クソレキ作ってきたんでご紹介していきたいと思います。オスティナートとかいうカードがね、もう本当に何の制約もかからずになんかモンスターを展開しすぎるという、ことで話題になってまして、こいつが本当にやばいですね。とりあえずね、スペクタキュラーバッハを出しまして、で、バッハの効果発動、魂のルフランを出して、で、ルフランの効果。エルフランの効果で、クープレ持ってきまして、クープレはその、効果で手札に加わらないと、なんかいけないんで、持っててもサーチする意味があるみたいな感じですね。はい。で、ソプラノの効果と、ソプラノで、さらに、ルフランを回収。で、ペンテラムスケールにクープレと、ルフランを、セッティングして融合をしていきたいです。で、幻想競争曲を、回収し、で、一旦ね、ソプラノの、効果を発動しまして、幻想融合モンスターを爆誕させていきましょう。素材これどっちにいんだっけ、こっちだっけ、これでいいのか。で、こうしてマインスタインシューベット出す。で、そうすると、バッハの効果発動して、自分の墓地からソプラノが戻ってきますよ効果。 OK で、ですね、もう一手出せばいいから、ペンデラムスケールにセッティングして、はい。で、ここで、幻想競争曲を発動する。で、幻想競争曲は、ペンデラムスケールのモンスターも融合さにしつつ、幻想モンスターを融合召喚できるよみたいな効果を持ってますんで、で、ここでペンデラムスケール2体で融合召喚をしていく。これあれだ、捕食植物のパクリやな。ペンデラムスケールで融合するやつ。まあ、世界観は同じやからな、ゆずちゃんは。まあ、通称ピーチ姫。まあ、ユーリさんとね、同じ世界線で生きてますんでね。はい、実質。で、一応ルフランの効果発動して、まあ、打点を上げつつ、なんか適当に、まあ、何でもいいんだけど、幻想モンスター墓地送っておいて、で、大後者のこの絵ムーンとかいう謎モンスターしまして、これ第5系のモンスター墓地送れるんですけど、これによって、ネプチューン墓地送らせてもらって、で、マインスタインシューベルトの効果発動して、ネプチューン除外されると、天空の聖域持ってこれるんで、これ天空の聖域実質サーチ。OK。はい。で、天空の聖域を発動する前に、とりあえずレベル6のモンスター2体でオーバーレイをしましょう。レベル6のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。なぜかまだ生きている最強モンスター。永遠の宿主、ベアトリーチェ。まあ、多分そろそろデモンスミスが来ると言われているから、もしかしたら気にしない可能性がある。そして、オーバーレイウィットを一つ使って、デッキから史上最強カード、墓地を送りつつ、これはね、後でいいね。で、救いの駆け足の効果を発動。救いの駆け足の効果によって、砲撃銃ルビーカーマンクルと、史上最強カード、光の結界をサーチ。そして、転速モンスター2体を使って、リンク召喚、現れよ。エンジェルナイト、あ、じゃあセレスティアルナイト、ロールパーシアス、ロールパーシアス。で、幻想競争曲によるカードを1枚取ろう。さらに天空の聖域を発動し、天空の聖域が存在する場合、ロールパーシアスは手札をぶん投げることによって、デッキから好きな転速モンスターをサーチ。もちろんアルカナフォース、
2021 The World Search the Shroud。 クープレは光属性モンスターであればペンデラム召喚を捨てることができる。うおうおはいはい、なんかあれ幻想モンスターみたいな顔して全然知らんモンスターみたいでさ、コインは当然聖地だ。うわーこれがオステラート一番初動最強幻想ああですよね。すいませんでした。これワンチャンあるな、このハンド。オステラートからじゃなくても、まあ、言うてね、あの転速展開は結構できるんで、意外といけるときはあるんですよね。なんかあるね、なんか持ってるわ、これ。いいんですか、なんかあれあるんなら打った方がいいんじゃないですか。増字かな、幻想の歌姫クープレさんをの効果を発動。あ、G ですよね。はい、了解です。あ、ちょっと一旦それはうららで。はい。で、うららかまされまして、幼女、主食かっこゴキブリね。で、特殊召喚ね。で、クープレペンデラムスキルにセッティングして、なんかこれなんかさ、前盤面に出てくるあの幻想が結構いっぱいいるんで、なんかこれワンチャンあるんですよね、こういう場合って。ね、いや、多分これ光の結界がサーチできないから、これマジで強引、クソ強引な、コインで強引に表出すっていう展開になる可能性あるけどね、これ正直。で、ペンデラムスケールで、融合してバッハ出すじゃないですか。はい。で、スペクタキュラーバッハさんと、魂のルフランと、クープレを、ペンデラムスケールに貼る。一番最初に幻想の動画出したとき、ルフランで出したときに魂のルフラン歌ってたら、やっぱルフランって見たら魂のルフラン歌いますよねっていうコメントがなんか3個くらいついてたんで、やっぱ全人類ルフランって見たら魂のルフランを思い浮かべるんだなと思いました。で、一旦もう一回融合するじゃないですか。で、マインスタリンシューベルトを出しに行くと、マインスタリンシューベルトパイセンの効果によって、バッハの効果と、融合もあれですね、墓地落ちたからこれワンドローも入りますね、これワンチャン。はい。で、幻想競争曲の効果により融合モンスター墓地をくれたので、これ返してワンドロー入れる、墓穴 OK で、もう一回ソプラノ出して、でソプラノの効果を発動し、あ、別に関係ないこれは。で、だな、いや1体足んねえか、1体足んなそうだな、単なせたらな、これ。まあちょっと一旦この M、まあ、一応天空の聖域だけはサーチできるんで、実質これマインスタリーに出しておけばね。で、ムーンでしょ、で、こうするでしょ。で、まあ、ネプチューン落としますからな。で、ネプチューン落とした上でマイスタリーシューベルトさんの効果発動してネプチューン除外すると、天空の聖域はサーチできるんですよね。はい。で、こうするよね。OK。で、ちょっとね、ベアトリーチェまで行ってる余裕がないので、クソ強引に行きます。もう知らん、コインなんか表出しちゃいいんだよ。ああ、50% は 100% なんだよ。コインで表が出る確率が 50% あるわけですよ。ギャンブラーにとってね、50% ってのは 100% に近いんですよね。ほぼ 100% です。はい。なんで、これ 100% なんで行使するじゃないですか。はい、行きます。うわー、揺れろ魂のペンデラム、なんか効果発動できる、謎に。まあ、発動したところであんま意味ねえ、これ。せいやな、なんか適当にエレジーかなんか置くとか。揺れろ魂のペンデラム、天空に駆け、光のワーク、ペンデラム召喚、現れよ俺のモンスターたちよ、コインは当然聖女よし、これが運命、これが絶対運命力、スキル発動絶対運命力。そしてザワールドの効果により、フィールドのモンスターを2体墓地に送ることによって、てめえのターンはスキップされるぜ。ちなみにセレスティアルナイトロードパーチはさ、天空の聖域があると、なんか手札を捨てて、あ、ちょっと息が詰まった、手札を捨てて天使族モンスターをサーチできるため、天使族をサーチすることによって、まあこれアクセスコード出したら勝ちな気がするけど、まあ一応効果つくわ。で、増殖してる G をぶん投げて、お、ちょっと相手、俺の対戦に付き合っていただけるのか、ありがてえ。
ゲンソロの乙姫の方がアドバンテージ稼げるか。ルフランでもいいけどな。ローリットで回収してみたいな動きもある。これ普通にってかローリット回収して、ローリット回収しよう。ローリット回収、ローリットソプラノだな、来た。で、ペンデュラム召喚、入れろ、魂のペンデュラム、天空にかけ、光の枠、はい。で、ローリットの効果発動して、で、これでなんか妨害とか打たれたらアクセス攻撃ってぶん殴ればいいんだよ。あ、でもこれであれか、これ無効にされたらダメなんか。あ、でも大丈夫だった。で、ソプラノ出して、はい。これ、だめになりますよね。バトルフェイス、はい。対戦よろしくお願いします。ジュール3倍、あざーす、はい、あざーす。俺の絶対運命力が強すぎた。これ決壊すべきしてるとき意外といけんだよな。なんか決壊すべきしてるとなんかとりあえずザワールドサーチぐらいまでいけるから、なんか決壊すべきしてると意外と普通にターンスケープ決まっちゃうっていうのはありますね。はい、やべ、相手もオスティナートとかいう最強のカードをぶち込んできたぞ。オスティナートマジでやばい。なんか最近なんか噂で聞いた話によると X でなんか龍剣士幻想みたいなめっちゃ強いみたいな話聞きましたね。なんかそもそも龍剣士自体がね、もともとそのなんか DCA とかでも金アイコン取ってるみたいなそういうデッキなんですけど、じゃあのデッキマジでさ、俺さちょっと回し方わかんなすぎてさ、ちょっと勉強した方がいいかな。ちょっと龍剣士マジわかんないんでね、あんまり。あ、EM 龍剣士代とか全く遊戯をしてなくて、本当に動きはもともとあんま分かってないんですけど、あのデッキなんかさ、爆入剣士、なんかイグニスターピーカップとかいうなんかやばいやついいじゃないですか。なんかあれをなんか使い回すんですけど、なんか展開通ったら世界終わるみたいな場面できるんですよね。なんかそれがあのゴステナートを、まあ、吸収したことによってマジでやばいことが起きてるらしくて、いや本当にね、あれですよね、可能性の獣って感じですね。ムーンだと、何ムーン、貴様何をしようって言うんだ、おい、まさかネプチューンだと、妙だな。セレスティアルナイトロードパーシアス、手札を1枚コストで墓地を送ることによって転移族モンスターをサーチできる、やばなんだとバカな、この結論構築にたどり着いているというのか、貴様驚いたね坊や。くしくも同じ構えだってこと、マジやばいこと起きた、やばいこと起きたってバカな、このクソデッキを思いついていたのは俺だけではないというのか。